トモートモーちょっとね、喉が乾燥してますね。はいということで、今回ですね、ディディン。おやおや、吉谷さん、クレジットカード番号が表についてないじゃないですかと思われたあなた、正解です。はい今回ね、三井住友さんから出た、なんと、カ,ドカード番号、 が書いてない。カード番号の,のなし。これが新しく出ました。これはね、すごいね。まあこれからまあこの流れになってくるんじゃないかなと思うんですけど、カード番号はどこで確認するかっていうと、アプリ内で確認します。こうやってね。アプリ内。アプリ内で、えー、確認します。で、このかカード番号の確認も、まあ僕、アプリも入れてるんですけども、SNS、 要は、ショートメールでその番号をね、送る。もしくは、電話番号で、電話で確認とかね。で、その確認、照合してから、その番号来て、打ち込んで確認みたいな。っていうセキュリティが入ってます。なので、あのー、非常にね、いいんじゃないかなと。これ多分ね、今後、この、この流れになると思います。だって、普通に考えてですよ。まあ、カードを、こう、まあ、 今、日本がね、すごくその平和なのであれなんですけども、普通にまあカード、店舗とかでやるとき、カード番号も、ね、そんなのスマホで写メ撮られたら終わりじゃないですか。で、どうすか。<laughs> まあパシッとかねな、なんかピッて取られたらもうカード番号も漏えいしてるわけですから、だからそのカード番号あれば、 まあそのセキュリティがあるショネットショッピングとかもあるのであれですけどもカード番号さえあればクレカ決済できるとこいっぱいありますからだからそのその情報が表に出てるってやばないですか実際のところね普通に考えてだからこれついに来たかっていうね三井住友これはいい、はい、しかもねデザインもねおしゃれでね実は三井住友カードは 三井住友カードは僕はねあのこれね新しいクレジットカードなんですけどあの古いのも持ってまして古いのはね裏に書いてあるんですよまあこのね緑も持ってます緑もね緑、はい、こちらこの緑も緑も両方両輪持ちですねはいでこっちの緑のやつは 裏にカード番号が書いてあります。裏に。だからこっちはもうカード番号書いてあります。裏に。表には書いてないけどね。うん。裏に書いてあります。で、こっちは裏にも書いてないっていうね。素晴らしい。はい。で、このやつは、あの、年会費無料。こっちは年会費1000円ぐらいかかります。なんで、こっち解約しようかなとは思ってるんですけどね。こ,これ、今までなかったんです。新しいカードなんで。そう。だからこ、これ、年会費無料良くないですかなんて <laughs>。しかも、いいじゃないですか。 なんでこれちょっと使おうかなと思ってますね。うん、で、僕の場合、も三井住友カード、三井系列が、えー、三井住、今ね、このアプリで管理できるんですけども、三井住友のやつが、ちょっといいですか、今何枚あるんだ、しょうゆ。結構ね、多分ね、4枚、5枚だと思います。あ、持ってるのはね。 で、これすぐカード,カードをねこれ変えられるんですよ12345枚ですね今三井住友系列5枚持ってます三井住友 v i s a n l エブリプラス、アマゾ a m a z o n ビザオーナーズ、v i s a 三井住友カード Visa この5つを所有していますでこの5つの三井住友系列のカードがこのアプリで一括管理してでこのカードはいくら使ったのかっていうのが見れます だ僕、会社のカードも三井住友のね、法人カード持ってるんですけども、まあ全部三井ですね。うん。だからまあメインはね、メインは楽天カードが一番ポイント貯まりやすいので楽天使ってるし、あと Yahoo ーカードもね、Yahoo ショッピングするときは Yahoo ーカードを使ったりとかするんですけど、まあ基本的には楽天か。<laughs> だけど、三井住友がね、ここに来て、だいぶ押し上げてきましたね。 アマゾンで活用するときは、アマゾンで商品買うときは、三井住友が発行しているアマゾンカードがあるんですよ。で、その、それでアマゾンカードで決済するし、まあ、時と場合ですよね。うん。で、これはね、非常にこのカードはいいんじゃないかな、というところで。うん。まあ、でも楽天が一番いいですけどね。まあ、ポイントたまるんで。楽天ね、一番カード配ってるので、楽天もそのうちこの、この、なんだ、この形にするんじゃないかな、と思うんですよね。だって日本一配ってる。だ 楽天カードマーンみたいな9秒に何枚とかね、なんか、なんか CM あったと思うんですけど、多分そのうちするんじゃないですかね。うん。まあ日本がちょっとね、平和ボケしてるので、うん。だから三井住友やっぱすごいですね。これは最新の入れてきて。しかも、今、ビザタッチみたいのがあって、そのビザタッチで決済すると、これビザタッチついてるんですけど、そのコンビニとかでね、タッチ決済ですよね。非接触型のタッチ決済、ビザでピッてやる、できるんですよ。 で、そうすると、そのポイントがね、めちゃめちゃつくっていう。まあ、これ書いてないかな。あの、コンビニで今、まあ、キャンペーンやってるのかなこれちょっと入ってないですね。なんか、コンビニで、V、V ポイントだったかなな、なんかね、すげえ溜まるんですよ。うん。2倍か3倍ですね。だ今、v i s a のタッチ決済、あの、非接触型のやつも押してるので、あの、いいと思いますね。便利ですね。うん。 はい。ということで、今回は、えっ、ー、と、ビザのね、その、なんだ、ビザじゃねえます。三井住友のカード番号が消えた最新のクレジットカードをね、ご紹介させていただきました。まあ、ああの、楽天持ってない方は楽天。ね、この YouTube の下に入れときますので、楽天はポイントめっちゃ貯まります。ただ、時と場合によってはあ、使い分けがあるといいんじゃないかなと。例えば、先ほど言った通り、シチュエーションですよね。店舗で決済するときに、カードを提出するときにこっち使うとかね。 不安の方は、うん、まあ自分でも自分しか見てないネット決済するときは別にまあ別にいいじゃないですかただそれを人に提示するときはこれを使うとかねうんそういう方法もいいと思いますねはいということでご紹介終わりますっていうわ